行ってみましょう。脱げていたって。バカな子ね。人に意地悪ばかりしていた罰だわ。ごめん、ちょっと通して。左右よ、これを飲んで体をまず温めなさい。ビーナ、お前は昨晩金を破って寮を抜け出し一人で森へ行った。なぜですか？私が行ったんじゃない。あそこへ行ったのは私じゃない。誰かに連れて行かれたとでも言うのですか？
戻りましょう。ルボスが見てる。目に見えるものを信じてはダメ。バルボスが来る。それ何？答えて。それ何？知ってるの？答えてって言ってるのに、バルボスって何よ！マイ、やめなさい！自分の部屋へ戻りなさい。もう一度言います。24時を超えたら絶対に部屋を出てはなりません。いいですね、お前たち。ごめんね、お母様が。頬、痛む？平気。私、毎晩のようにあの男に殴られていたから。これぐらい。悲しいよ、舞ちゃんのその強さが。ごめん、余計なこと言った。気にしないで。それよりも、ロットも本当に知らない？サナエのこと。うん、信じてほしい。バルボスについても。さっぱり。そう。舞ちゃん、私も一緒に調べるよ、サナエちゃんのこと。寮生名簿のある保管庫に忍び込んで。見つかるとお尻を100回叩かれるから難しいけど、とにかく協力する。ありがとう。そもそもその保管庫がどこにあるか突き止めなきゃだけど。
ところで、ビーナは？大丈夫。あれから落ち着いて、ずっと医務室で眠ってるよ。ね、お話がしたいんだ。舞ちゃん、ベッド、入ってもいい？入りながら聞かれても、追い出してもどうせ入ってくるんでしょ。何しに入ったのよ。あ、ごめん、ただお話をしたかっただけなんだ。舞ちゃん、お母様、寮母先生のことまだ心開いていないでしょ。そうだね。知ってた。だからお母様のことを知ってほしくて。私が子供の頃、街で車にひかれたことがあってね。私は意識を失ってて覚えていないんだけど、お医者様を探して夜中に街の外へ飛び出していって、先生を連れてきてくれて、私が生死の境をさまよったその夜、教会で娘をお救いくださいって一晩中エルストレイン様にお祈りを捧げていてくれたんだって。2日後に気がついた私をお母様手でぶったけど、その後泣きながら抱きしめてくれた。だから多分お母様が手を挙げるのは愛情の裏返しなんだと思うの。厳しいけどね。舞ちゃんもあまり気にしないでほしいなって。私の親と大違い。いい人ね。私の自慢のお母さんだよ。でもね、最近ちょっと様子がおかしいんだ。何か悩みがあるみたい。時々本当に怖い顔をしている時があるし、ビーナのことも、もしかしたら何かこの女子寮に恐ろしいことが起こってるんじゃないかって。私、24時を過ぎたら部屋の外に出ちゃダメなんて決まり事、去年はなかったわ。そう、気になるね。でも
明日また考えよう。もう眠いわ。24時になる前にもう寝ましょう。あんた寝相悪いからダメ。寝てる間に蹴落とされるよ、私。あれ、そうなの？嫌だわ、はしたない。眠れない。ひどいいびき。話し声はしない？誰もいない？今度あなたはいつ会える？そうでしょ？帰ってこれないから、私が見てるから。こんな時間に誰？外出禁止のこんな夜中に何事？
あんた、何する気よ。部屋へ戻りなさい。今すぐ。何なのよ。なんで包丁なんか持ってんの？今のやつ。メイド、夜中に包丁を持って徘徊しているなんて普通じゃない。今は考えるのはやめよう。ビーナを探すのが先決だ。ビーナはまた北に向かったみたいね。セーブポイントね。Thank you.